今からカレーの激辛対決をやってます、はい、今もうマックス1人はこっちは鈴木高松で、今ちょっとオフな急遽ちょっと来たところが激辛のカレー対応してるっていう、普通に飯食うって感じなんですけど、うん、ちょっとだけおまけで回そうかな。ちなみに Y さんここに Y さんこの流れはつまり一応ね、オーダーしたの。あ、もうしたんですか。もうしたチキンカツカレーのスペイチ、うん、レベル50とカツカレーのスペ3、レベル150なんかさ、これノリなってんだよね、なんか侍のオフですら。あの、昼飯食う予定だったんですよね。そう、飯食う予定で入って、ですよね、うん、あと俺はこの特製サンド頼む。はい、メニューも結構多くて、ね、やっぱこう、三沢のベースが近いから、外国の人はチキンカツが多いです。うーん、で、あと、カツ丼なんか、よく出る。はいはい、説明してくれる高まーちゃんでございました。オフだから、鈴木高まったから、もう一切もう予想行きじゃないから。もうない、もういい、こんな感じですよ。オッケーです。ただでも、もう辛いの食べれるようになっちゃいましたからね、最近。あー、でも確かに、この前のね、あの店さんとね、そう、おしんちゃんさんとの、あんだけ苦手だって言ってたのに、なんかいや、でも、そんな無理しない。分かってますよ。そんな無理しなきゃ食えるよね。ラーメン屋のアイス、俺ね、うん、ピザトーストも気になってる。行きたいんだよね、ちょっと行きたいんだけど、でも特製サンドのボリューム見ないと、オフだから。うん、確かに。とこれ本当に何度も言えますけど、オフなんですよ。だからこういう感じ、サブちゃんぐらいオフなんですよ。まあ、それこんな感じで、サムライイーティングのマックス鈴木、まあ、鈴木高政とサムライイーティング代表のプロデューサーの Y さん、どっちが激辛対決勝利できるのかという感じのをこんな感じで撮ってるっていう感じです。2人の足元映してよ。ん？2人の足元なんかさ、青森入りしたさ、スニーカーと違うスニーカー履いてるの、2人とも。あれ？あれかっこいい。え、自分も自分もだよ、自分も。かっこいい。俺あれだから、青森入りしたスニーカーと一緒だからあれ、鈴木さん、どうしたんですかこれ。え、どうしたんですかこれじゃないよ、人のスニーカーなんか全部編集でカットするくせに。え、で、あれでしょ、サムライやっててよかったって言ったんでしょ。それやってよかったっす。なんかね、あのね、いただいたらしいんですよ。そうなんです、我々サムライティングチームをの青森ロケをサポートしてくださっているチーム青森の方がご好意でくださったと。わかる、ちょっと寂しい。ちょっとなんかファッとしてる。ちなみに、もう一個メモすると、はい、帽子かぶってない翔平さんは普通のお兄ちゃんって感じ。これ撮っていいのかな。ちなみになんですけど、これ未線プってするじゃん、いるんですよね。一応ダメです、カットね。これカット、これあの完全モザイクで。わかんないよね、そんな感じ。はい、まあ、ラフな感じです。あの茹でるやつとかも含まれてない。効率なんだな。プロの技ですね。もうちょっとレトロ。わ、どこにもね、今まで来られてた方々、外国人の方多いね。多いっすね。マネちゃんです。ない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 、おしゃれ道具がさ、はい、俺が何買ったの気まずいって、勝つ気でいいんだけど、マジで。いや、悪いけど、俺新ギネス食ってっから、2杯も無理したけど無理したけど食ってないから。確かに、おしゃれ泥棒っていう肩書きは仮で、本当はただのチキン野郎だよ。じゃあ俺チキンカツの方いきますね、チキン野郎の。全然煽り聞いてない、全然煽り聞いてない。分かる、このオフ具合。オフ具合。え、男気系？辛いって言ったらもう負けですよ。二人で男気見せながら全部食べ終わって、で、もう心から完食してごちそうさまでしたで、もう終わりじゃん。なるほど、なるほど、なるほど。別に勝負にならない。なるほどね、辛くないし。まあ、俺らは食えるよね。食える、食える。俺らっていうか、まあ厳密に俺は厳密に言うとね、俺は厳密に。いや、あの涼しい顔してるけど、はい、あなたもなんか頼んだよ。え、俺も頼むの。え、何のためにもらったの。
かっこいい。しっかり抜くしさ、自分の俺のバンズは片手まで抜きやがって、本当にもう分かってんだよ、ほらもう分かってんだよ、そういうのは出てっから、そういうのあのモチベーションがバレてる、うん、バイブス上がってんじゃん、もうアゲリシャスすまじ、俺だけだよ通常運転は見てろ、これがちょっとホワーっとしてる鈴木隆正です。行きましょう。奥がスペイチで手前がスペさん、まあ、スペイチから行きましょう。もう何だろう、何だろう、キムさん、いや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 、終了。え、カン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 、いける、続けてみないと。あ、でもね、ギリいける、ギリいける、うん、でも、それともまだ、とか、カイとかまだいってないですから、まあ、でも、うん、ライドオブシャッシュ、これはやばい、でも、純粋にうまい、うん、普通に美味しい、へぇ、カツもいいし、え、チキンカツでしたっけ、チキンカツ、うん、これはでも、まあ常識の範囲やから、うん、お、あ、ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ。いいですか。はい、全然入っていただいて。はい。うまいっすよ。じゃあ、欲しいです。大丈夫だ。はい。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、どうぞ。いいやつ買ってそう、これ。でもマジでこれは美味しいレベル。まだ。まだ。スペイチは。ギネスと比べたらどのぐらいですか。ギネスシュートした。うわ、もう。これはまだ、これね、多分ね、これスーパーイタリアン、これスーパーイタリアン、はぁ、これ他気にするんだよね、さあ、でことですよ。いや、マジでこれは辛いけど、うん、今ね、食べれる、なるほど、うん、で、ボリちゃん、この間あれ言ってるんですか、スーパーイタリアン、あ、じゃあ食える、おっと、辛くない、辛くないですよね、めちゃくちゃうまい、辛いって言ったらもうそこで終了ですから、うめえ、すごいな、でもこれ絶対順番は正解、この順番にいって、うん、最近ワイさんも早いんですよね。飲んじゃうと終わりだから、はい、もうこの残り行くように行っちゃおう、はい、なんかスペシャル3です、最上級、どっちがどう、いや多分これねあんま変わんないかもしれない、本当ですか、違いますよ、違います、いや、もう勢いで行けちゃうタイプだ、顔に汗はかいてますけど、なんかそこまで、いや、まずね、本当に正直言うと、うん、新ギネスに比べると全然味わえるレベル、はぁ、新ギネスは食べた時に苦いと思ったけど、これはまだ辛い、なるほど、お前さん、いや、そうじゃない人もいるみたいっすよ。え、これ顔ちょんとってあげて、これモザイクかかってるから見せれないけど、すげえ顔してる、おしゃれ泥棒がすごい辛そうな顔してる、俺はいける、うーん、俺はいける、新ギネス経験したからですかね、いや、辛いから痛いになって、痛いから苦いになって、やばいな、それもね、ああ、ちょっと質感が粉っぽい、はい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 、粉っぽいですね、これ普通のカツカレー、ちなみに、うん、うん、これはカツカレー、あった、あ、でも鈴木さん結構、
がフードファイター。マジで強いですね。しかも綺麗。おいおい、まだ来ますよね。もっと来ますよね。3度あ、すげえ汗かいた。いや、汗やばいっすよ。辛さ的にはスパルトってよりはラッシーのみたいな感じだね。あー、はい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 。辛いのはもう飛翔してて、もう一回こうなると無理。なるほど。先に進むのは相当きついと思う。あったかいの M1 は効くらしいですよ。ベロの辛い話があるから。あ、そうなんですか。こうなるとベロがリセットされてまた1から辛いが始まるから。あー、はい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 。こんなマイスター見たの初めてです。変更ないの。じゃあ顔がガスなんだよ。これモザイクだから見せれないけど、視聴者の方には。えぐい。なんかこれ地方行ったら激辛も制覇してるみたいな流れが出来上がりつつある。地方激辛勝負シリーズ。ウィルさん、プリッチの島です。お、ありがとうございます。うわ、うまそう。スマイルチ、気をつけてね。はい、はい。用事が中に入ってる。特製サンド。なるほど。爪楊枝が中に入ってる。あ、爪楊枝気をつけろ。まっ。なんすか。うまい。中結構やべえ。いいっすか、うん、これ中に入ってるの何なんだろう。トマトとレタス。あ、いただきます。こういうのか、こういうか。はい、うまい。あ、美味しい。なんだろう、このドレッシング。マスタードか。これはマヨネーズが入ってるから中和剤になって。うん、美味しい。すごい美味しい。これ、すごい美味しい。特製サンド。ワイさん、ティッシュが止まんないっすよ。いっぱいね。一回止まると思う。こうやってちょっとベロをリセットさせちゃうともうきついよ。なるほど。やっぱり勢いでガーッいくしかないですか。いや、これきついんやろな。一生法。なんでさっき言ってくれなかった。怒っちゃった。やっぱそれは仕掛けられたからね。まあね。まあこの男気勝負は今回は鈴木さん、高まーちゃんの勝利という。食べるけどちょっとしてほしい。食べてみよう。俺、辛いのマジでダメ。大きくいってる、大きく。なんでこんキャンセルって。だって俺、大きくいってね。飲み物欲しいんだけど。まあいいや。靴は。ありがとうございます。その、この靴の、はい。でも、俺食べれるよ。俺もうこの靴履いてるから、最強だから。もうニュースニーカーがもうバイブスが。もうこれ、これぐらい軽く行っちゃうから。あー、これ逃げー。まあ、なかなかエグいですよね。やばい、やばい、やばい。あれ、やばい。俺はボケる。怖い、やばい。でもちょっと美味しいって思ってる自分もいる。今エザリアン、あのコーションのやつがパーン、パーンって。これやばい。すごいよ。ジョイさん、これやばい。これ本当にやばい。これ食えた鈴木さん、本当すごい。痛いね。まあね、正直はちょっと今ライブがあるから。そう、出なかったらちょっと一緒に。出なかあるからちょっとしょうがない。なんと、あの青森のリーダーから飴の差し入れをいただきました。ちゃんと行っちゃうところか。責任を感じてるから。ちょっと俺パーマかけていいですか。関係ないよ。なんでなんでなんで。
パーマ、ボンボンにツイストパーマあげようかなと思って行っちゃおう、行っちゃおう早くね、あれ、ワイさん、あれ目悪くなった、なんかワイさんだしね、あ、ワイさんはあるね急に急に、急になんかあのワイルドなストリートのワイルドが変わりましたよチーム青森のワイさん、お、おっと、あ、かわいい、あ、ダメだ時間過ぎてるやつだいや、もう苦いですよ、いや、わかる、苦い、痛い、美味しいけど新技術はこんなもんじゃない、俺一つだけ失敗したこと言っていいですか、汗拭いて目覚まったのがめちゃくちゃ痛くて、あ、それダメ、何この立ち替わり入れ替わりなんか、ついな、あ、じゃあ、じゃあ俺言っていいですか、はい、ちょっとトースト2枚頼んじゃって、うん、はい、すごい言ってる、振る舞います、振る舞います、ありがとうございます。これ面白いですね、この地方の激辛も。でもこれ辛いの苦手な人だと結構悲惨なことになるけど。で向こうさんのチームとちょっと対決とか面白いですね。でも俺結構あれですか、もう結構経験値上がってます。うん、上がってる上がってる。何も言えないっす。本当に？じゃあ自信になりました。結構上がってるんだ。結構いけるのかなと思ったんですよ、僕も。正直。しかも全部倒れた。マジマジ。怖っ。いやいや、だから俺マジで自覚症じゃないですけども、経験値上がってる可能性はあります。はいよ。ずっと構成でその顔してる。笑顔で、笑顔で。笑顔でして殺そう。笑顔でして殺そう。いやでも本当にあんまりこういう感じになる人じゃないからならないですよ、前ので、ね、珍しいですよね、どんな時もひょうひょうとしてる人がもう今すごい苦悶な顔してるから、ね、あんだけスニーカーウキウキした飯なのにニュースに、あんだけ苦しんでる人を見て鈴木さんの顔本当にやばいもうサイコ、サイコパス、サイコパス、サイコパスすげえ、これあの一気にいった方がいいのはすげえわかるんですよ、超震えてる、超震えてる、人は苦しいんだよ、面白いですよ、普通にマジだ、最後本当に最後鈴木だった、そこそこテンパってんだもん普段テンパらないからね、この人ね、特にお疲れ様でした、うん、ザッツオールです、美味しい範囲でした、美味しい範囲、二度と挑まないあ、じゃ あの地方激辛挑戦シリーズ、今回で終了でございます、いや、もう今のはもう振りだから振りあ、なるほどね、これも次回予告つきますか次回どこだよ、次回どこ、わかんないまたやるかもね、バイバイ、辛さはうまさ特注です、何それ